さあどうもこんにちは、モータージャーナリストの五味安坂です。今ですね、何時かというと4時8分ですよ。今日はね、目覚めたの3時ぐらい、もうおかしくなってるね。ちょっとどんどんおかしくなってますけど、まあそのおかげでこういうなんかそんな眠くないというか、結構パキッとした状態でこのナイトドライブ動画が撮れてるので、まあいいんでしょうね。はい、そして今日はですね、はい、フェアレディ Z ニスモでございます。さあ今日はちょっといつもとは違うところから、うん、高速道路乗ってみようかなと思います。今日 GoPro です。 GoPro で撮っております。ちょっと今後ね、いろいろ機材も変えてってみようかな。まあ今声が震えたでしょ。声が震えるので、それ相応な乗り心地というのかな、乗り味です。さあもう銀座の街も寝ております。全然ネオンが光ってないね。あれ？これこっちか。ネオンが光ってたら相当かっこいいですけど、さあタイヤの音は結構ゴロゴロくる。さあここ銀座4丁目です。ここ日産ギャラリーです。ここ今何置いてあるんだろう、今日産ギャラリーは。はい、ありましたね。さあそして三井ガーデンホテルの下に、メルセデスの AMG かな、はい、マイバッハか、マイバッハショールームかな、はい、何せよメルセデスが入っております。まあフェアレディ Z といえばというところで、もうこの3連メーターですよ。まあバッテリーの今ボルテージ 14V ぐらいなのかな、うん、で下級圧も出ているし、下級圧がこれ2つ出てるのはなんだ、下級圧は一番右側で下級圧出てますね、うん、あーターボの有効回転じゃない、ターボの回転数が出てるんだこれ。さあじゃあここ左に曲がります。ここがどこだか、万年橋のところを曲がると、ここからまあ銀座からはですね、このルートで高速乗るのが一番早いです。さあ高速行きましょう。さあスポーツボタンとかあったもんね。はい、スポーツ、スポーツプラス、3、2、1、5。十分あります。後ろ285のタイヤです。前は255かな、はい。お、これ電子制御ダンパーすげえ硬くなったんですけど、これ気のせい、ちょっと待って戻してみよう。はい、スタンダードの乗り味こういう感じね。でスポーツプラスの乗り味、いやちょっと変わってる感じするけど、気のせい？電制御ダンパーでしょこれ、スポーツプラス。うん、硬くなってると思います。さあここ何ジャンクションでしたっけ、江戸橋ジャンクションだ。江戸橋ジャンクションから今日は右にそれて行きましょう。さあスポーツプラス、いや硬い硬い、絶対硬い、スポーツプラス。はい、さあほんとね、昔はね、ほらこれ首都高が今一番空いてるのは、今もうね朝方の車が、早朝車が走り出してますけれども、だいたい4時ちょっと前ぐらい、3時半ぐらいからが一番首都高は空きますかね、今で言うと。うん、
2時ぐらいだとねまだ結構走ってるんですよ。で3時ぐらいから減ってきて、3時半から4時が僕の感覚でいうと一番交通量少ない感じがしますね。さあ今湾岸方面にそれました。今4車線のところ、一番外、一番右側と一番左側がそのまま湾岸線の方に行けます。もう今ここ今などこ 何ジャンクションだったかは今テロップが、補足してくれると思います。さあ皆さん、ちょっと一つこれお聞きしたいな。あれ足変わってる？なんかここ道がいつもの道と違うからわからんな。いや、トランスミッションが明確に変わるんですよ、制御が。だからそのトラクション側が変わるから乗り心地が変わってるようにも思うけど、どうなんだ。いや変わってないな、変わってないようにも思うぞ。さあカーブ、ここはね、まあ厳しい、気持ちいいところですよね。右カーブからの左カーブ、なんか皆さんの中で、まあ、首都高をベースとしながらっていう話にはなってしまいますけど、でも1時間ぐらいのドライブであれば今後やっていこうと思いますけれど、なんかこの辺りちょっと紹介してほしいとか、この辺りちょっと走ってもらいたいとか、別に高速道路だけに限らないですけれども、なんか要望があれば言ってください。でその道をちょっと、道案内というか、まあ、ナイトドライブしますので、だからなんか今度東京車で行くんだけど、あそこからあそこを走るときにちょっとなんか道不安だから下調べすることはできないから、ゴミちゃん代わりに走っといてよみたいな、まあそんなノリでもいいので、なんかナイトドライブ今後そういった活用もしていこうかなと思います。今日は僕の好きなルートを走っております。ここはねほんと気持ちいいんですよ。もう僕は東京から千葉とかに帰るときにいつもここ通ってたので、まあ、レインボーブリッジも好きなんですけど、なんかねちょっとなんか気持ちよく走りたいなっていうときはこの S 字カーブとかがたくさんあるこっちの路線、何路線っていうのかなこれ、はい、走ってました。ちょっと現在地枝川のところですね。辰巳ジャンクションはこれから行くところだから枝川のところ、もう今テロップが正確でございます。やっぱ日産もうちょっとシートポジションがね取りやすいと嬉しいな。さあ少し潜り込んで座るといいかな。さあ潜り込んだポジションでカメラアングル合わせてないから僕が今消えちゃったかな。まあ夜だからもともと映ってないですもんね。足回りは変わってないと思います、変わってない気がする。さっきからずっとなんでそんな悩んでんだっていうとね、これねトランスミッションが明確に使うギアが変わってリアからのトラクション能力がガラッと変わるんですよ。その結果としてなんか足が若干硬く感じるんですよ。要はもっと正確に言うとスポーツプラスにすると1段低いギアとか2段低いギアになって回転数が上がって絶えずトラクションが要は加速減速方向に対してアクセル操作にもっともっとリニアになるじゃないですか、回転数が上がって。その結果としてトラクションがいつもかかってるから、なんかねちょっと硬くなったような、トラクションサイドで張りが出るからこそ駆動力でね
なんか硬くなったような感触になるんですよ。だからこれを四輪駆動で活かしてあげると、要はなんか WRX とかでよく僕がまあスバル車とかに言っているボディ剛性の他に駆動力でもなんか剛性感を高めてる感じがするっていうのは、まあこういう話ですけど、ほら全然空いてるね。さあみんな寝てるよね、マンションとか見てもね。今電気ついてる人たちって何してる人たちなんだろう。これから朝仕事に行くのかな。あ、このトレーラー右出たいのかな。はい、僕右にずれてあげます。あ、やっぱ右に行きたかったんですね、トレーラー。なんかこんなような、はい、持ちつ持たれつ周りのことも考えながら車線変更してあげましょう。だからまあ今僕はまあ首都高なので追い越し車線とかそういう概念ないですけど、はい、まあ隣のトレーラーがなんとなく出たそうだったので、はい、僕がどいてあげました。まあ加速してあげるのも良かったですけど、なんかそのままだらっと僕ちょっと走ってなかったので、今は加速もせずに、はい、車線変更という形。ちょっとレインボーブリッジ行ってみましょうか。今湾岸線をですね、これ湾岸線です、3車線です。湾岸線を横浜方面ですね、だから西行きですけども、はい、走ってます。さあそこから、はい、ここから環状線に行くべくそれます。なるほどね、ニスモの足ってこんな感じなんだね。少し速度上げてみたいですけどね、空力が相当いいはずなので、ニスモは。3、2、1、5。まあ踏み切れるぐらいな、まあトラクション能力はあります。ちょっと今ねセミウェットっぽかったので少し緊張はしますけれども、まあでもすっぽ抜ける感じもないし、まあでも、まあ、油断は禁物かな。やっぱ結構パワー感はあります。Z 以上にハンドルは若干重ためかな。ハンドルが、要はタイヤが確か太いですもんね、255。普通の Z って245とかでしたっけ。一緒だとしたらなんでこんなハンドルが重たいか。味付け？それはある？まあボディ剛性かもしんないな。ボディ剛性はなんか通常の Z をこんな風に跳ねないんで、要はねグン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 ってずっととりあえず動いてる感じがあるので、まあ細かくは Z の試乗編を見てください。上下動します。さあ芝浦のここパーキングです。レインボーブリッジから渡ってきた時にちょっと一瞬だけ入ってみます。ここね、出口と入り口が結構、ここほんと速度しっかり落とした方がいいです。でもうこの短距離でもってグワーンって地上まで降りていくようなそういう道筋なので、すげえです。この勾配が下るときはいいけど、登るときはね、そっか、地上までは降りないんだね。中2階って感じ。こっち行こう。あれ？うお！初めて見ました。こっちに1台もいない。ほら、ゼロ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 。すごいね。こんな状態、初めて見た。
ここに1台もいないってすごくない？ある意味サービスエリアというかパーキングとして何にもブレーキタッチがラフだね。ラフというか食いつくね。この止まるとき走行中は良かったけど低速走行のブレーキタッチはあんま良くないね。さあ今のところね内側を走るとたまにねお腹すりそうになる車とかもいます。まあそのぐらい急勾配です。へえ、1台もいなかったよ。1台もいないって本当ね、ある意味パーキングとして機能してるのっていう思うけど、なんで1台もいないんだろう。3、2、1、ゴー。気持ちいいことは気持ちいいですよね。でももっとなんか刺激的な音がしてもいいかなって思うんですけど、ニスモだったらねなんかすっげー抜けのいいマフラーの感じでその自分じゃなくて後ろを走ってる車にいい音が伝わってそうな雰囲気はあります。さあじゃあレインボーブリッジを渡って、まあ都内とかで言った時に例えば観光とかでもし東京に来たらお台場とかに泊まったりするケースも多いのかな。お台場とかに泊まってまあレンタカーとかを借りてたとしたら今のルートですよ。お台場からの乗り口があるんですけど乗るとすぐレインボーブリッジで、だからレインボーブリッジにちょうど高速のなんていうでしょう、乗ったらお台場のねもうそのまんまレインボーブリッジっていうそういう感じなんですよ。で今みたいな形でどん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 浜崎橋のジャンクションも進んでいくんですけれども、ここから芝公園が、はい、出口があります。右手に東京タワー見えてきます。で例えば、まあ、六本木とかはいつも僕普段の動画とかでもたまに走ったりもしてるし、今度クリスマス前にナイトドライブ動画で欅坂とかのイルミネーションはちょっと映しに行くので、なんか窓が大きい車でやってみたいですよね。窓が大きくてちょっと視点が高い車、なんかそういうのちょっと考えて、イルミネーションナイトドライブやりましょう。はい、なのでいつもはこういう朝方に走ってますけれども、その時は夜型、夜に走りましょう。だって夜イルミネーション消えちゃうので、だからなんか9時10時ぐらいに走らないとダメですね。さあ麻布台ヒルズも見えますけど、あの真正面に立っている麻布台ヒルズ、あーレジデンス結構光ってるんだ。レジデンスもう住んでるってこと？すごいですよね。あのレジデンスの金額聞いたらひっくり返って、もうほんとねそのままでんぐり返し何回もしたぐらいおかしい感じの価格ですよ。すごいです。でっかいのこんなど真ん中に作っちゃっていいの？港区すごいですよね。さあ今の左に曲がっていくと天元寺とか西麻布とか恵比寿とかの方に行きます。ここイークラの出口ですので、ここ降りると六本木とか、まあイークラそのまんまですね。はい、イークラに出ていきます。今日はせっかくなのでまあ、観光地っていう感じになるかどうかわかんないですけど、よく、まあ、原宿とか青山とかちょっとおしゃれ街みたいな言われたりする場所行ってみましょうか。こっちから行くと、はい、ルーレット族取り締まり強化中、表示も出てますけど、さあ今日は5時にはちょっとね家戻んないと、まだまだパソコン仕事が残ってるので今日7時から撮影なので、ちょっと帰って1時間ぐらいお風呂とか準備に時間かけ、僕結構ね朝風呂長いんですよ。そうで1時間ちょっとパソコン仕事をして、そうすると5時に戻れば7時には動き出せるから、はい、それまーす。渋谷線の方に行きまーす。あんま行かないですよねこっちのルートね。
動画回してここ行くの初めてかもしれないな。はい、ゴー。まあ右手は赤坂、左手は六本木っていう、そういうような感じです。でもう赤坂からもうこの辺りはもう完全に六本木、六本木、ほらほらもうネオン出てきたでしょ。もう明るいビルね、夜も眠らんみたいな、ここ何軒の飲み屋入ってんでしょうみたいなビルです。はい、六本木でーす。こっちも六本木でーす。そこミッドタウンでーす。はい、ミッドタウンがあります。でこの左手には六本木ヒルズが見えてきます。はい、これ六本木ヒルズ、皆さんの映像に出てるかな、映ってるかな。はい、今広告何にもやってないですね。ここが巨大広告なんですけどね、本当は。いくらぐらい撮るんだろう、あの巨大広告。さあこの右手ちょっとあのビルがあんまなさそうなところ、あそこは青山レーンなので、あの上側はもうビルとか何にもないですね。だからあそこだけ空が抜けてる感じです。さあもう朝方早い車もうみんな完全動き出しましたね。もう1日始まってます。もう4時半なので、4時半はもう完全始まってます。早い人たちはもう4時からは結構動き出しますね。だから本当ね、3時半から4時なんですよ、首都高速とかの、もうメッカの時間は。はい、今高木町を降りました。ここ高木町です。高木町はすごく便利便利便利。だからこれの次はもう渋谷になってしまうので、だから渋谷の手前高木町で降りると、降りて左側に行くと、まあ恵比寿の方にも行けるし、西麻布は U ターンをしたらもうすぐそこ西麻布ですし、ここ U ターンするとね、でそのまま行けば六本木戻れるし、右行くと青山とかですし、新宿の方にも抜けれるし、ここはね本当便利なところですよ。すっげえさっきから寒いんですけど、あったあったあった、なんでこんな温度低いの。通りでずっと冷房かかってたんですよ。外外気温9度なのに冷房がかかるぐらいで、どんだけ下げてたんだって。うわ風冷たかった。さあさあこれを右に行くと、そのまんま骨董通りに行けます。で U ターンをすれば西麻布に行けます。だから骨董通りなので、僕が前回あのタトラスさんで、8888のポップアップストアを開かせていただいたんですけれども、だからそれがそこのタトラスさんの、はい、お店の1階で88をちょっと期間限定で売らさせていただきました。販売させていただきました。なんか大型トラック止まってるけど、ここですよ、ここタトラスね。さあこの右側染み抜きとか、なんかねもうファッションで困ったら、とりあえず骨董通りから大山、もうここに全部ファッションの、あのアパレル関係の職業の方とかも、この辺りはアパレル系が本当多いですね。この青山、骨董通りあたり、赤坂系も多いかな。だからまあそういう、まあ僕自身もそういうアパレル系に本当片足の先っちょだけ突っ込んでるんで、だから意外とね、来ますよ。このスタバはよく昔来てました。まあ今やんないですけど、昔あのスタバって目の前に車を止めれるわけじゃないんですけど、一瞬止めておいても、あんま良くはないな、良くはないですけど、妄想だと思ってください。意外とあそこ目の前に車をまあ置いておいて、そのままテラスでちょっとお茶するとか、そういうのができる、まあ唯一のスタバっていう感じですかね。首都高というか、首都圏でいうとというか、この東京のど真ん中でいうと、だからなんかそれ便利で、この左手はですね、クアイナです。僕が大好きな、はい、ハンバーガークアイナです。さあここね、ちょっと気をつけた方がいいです。ここなんか
そこからね、昼間は対向車いますんで、ここ対向車いないような交差点 T 字路に感じるんですけど、全然 T 字路じゃないんですよ今のところね、骨董通りの出口ね。さあこっからですよ。ちょっと左行きますか。このまままっすぐ行くと勝手に、どこに着くかというと、もうホンダの本社青山1丁目であるとか4丁目であるとかで、その先は赤坂から、っていう、まあそういう感じですかね。まあ今度行きます。ロエベでかいしょ。はい、ここ、何通りっていうんですか、ここ。ここもう、ここ原宿？原宿じゃないよね、まだ。あれ？なんだっけ、ここ。何通り？おい、ちょっと、ここ忘れちゃいかんでしょう。あれ、そこに表参道だ、ここ。はい、表参道、はい、表参道ヒルズで今思い出した。いやー、僕最近ね、ほんと脳みそがなんかビタミンがおかしいんじゃないかって思って、ちょっと今度そうだ、血液検査行くんだ。ちょっとビタミンの量とかなんかそのあたりをチェックしてもらおうかと思って、血中のね、だからなんか脳みそ弱ってんじゃないのの原因を少し探ってみようかなと思って。ラルフローレンとかここね、ビルすっげえかっこいいんですよ。さあここをちょっと曲がってみますか。何、もう一個まっすぐ行く。はい、分かった、まっすぐ行こう、原宿行こう。じゃあこれ明治通りでしたっけ。確か明治通りです、これ。はい、ここの交差点名は表参道のはずです。こっちが表参道でしょ？違ってたら今テロップですげえ言われてます。か、コメントで言われてます。さあ。で、真正面ビルとかが全然ないじゃんっていう、そこはですね、僕が定期的に、パワースポットとして充電しに行ってる明治神宮です。神宮はね、ほんともうね、オアシス、都心のオアシスですよ。緑いっぱい、空気超気持ちいいっす。なんかね、神がかった感じ、なんか清められた空気が漂ってる感じです。特に今日とか結構いい空気感ですね。あのやっぱ雨が降った後ってなんかね、浄化というか、まあ単なる思い込みですけど、なんか浄化された空気みたいな、すっげえ気持ちいいっす。さあここ原宿の駅です。まあ夜はガンガン空いてますけど、昼はまあたくさんの方々で、さあ原宿です。さあまあ僕のチャンネルをずっと見ていただいてる方は、僕緑大好きなんですよ。で、住んでいるところから緑が見えるの大好きなので、ここ実はマンションなんですよ。あの上側が、この商業ビルの上が住めるんですよ。だからもう原宿の駅前じゃないですか。で、その窓からは要は明治神宮が見下ろせるので、だからそこをね、まあ内覧もしたことありますね。ちょっとね、違ったっていうかね、マンションの作りの問題かな。なんか使ってるそのマンションの、その何でしょう、あ、今のが何通りでしたっけ、竹下通りっていうの、あの原宿、あそこ僕歩いたことないからよくわかんないですけど、さあこれ右行きます。これまっすぐ行くとどこに行くかよくわかんない、行ったことない。なんかそこに駅あるけど、あれ何駅、神宮駅とかあんの。なんかあそこってでも駅としては止まらないでしょ。あれ何、今の駅みたいなの、え、何、なんか僕見ちゃいけないもの見た。あんまり意識したことなかったけど、あそこ今駅があったけど、明治神宮だから皇族の方だけが使える駅とかあるの。え、だって原宿の横って何、渋谷でしょ、それ向こうでしょ、原宿のこっちは、え、千駄ヶ谷、
あれ？あの駅って何今の？ちょっとわかんない。さあ、まっすぐ来ると何かというと、これ明治通りです。さっきも僕明治通りって言いましたけれども、今だからぐるっと一周してきたようなものですよ、うん、だから表参道を降りたところで明治通り走ってたじゃないですか、さっき下ってきたところで、表参道のところね。だからそれをそのまま突っ切っちゃって、ぐるーって右みたいに回ってきて、また明治通りまで戻ってきたような形になります。でこのまままっすぐ行くと、あ、なんかね、うん、あ、夜ってこういう感じなのね、このトンネル。あ、そうですね、なるほどね、うん。やっぱここはね、来ていつも思う、あんま通りたくないな、ここ。うん、うん、なんかそういう感触があります。さあ、前は国立競技場です。もうオリンピックのメイン会場ですね、が左手です。で右手は高級マンションです。おー、国立競技場、夜でも若干ライトアップされており、さあこれ右に行くと青山通り戻れるから、青山通り戻る、どうする、あのイチョウ並木行きますか、せっかくだから夜だしね、うん、イチョウ並木の道から、はい、戻っていきましょう。よくあのスーパーカーとかが車、なんか昼間土日とかだと意外と集まったりしますね、はい。さあこれ左曲がります。さあ国立競技場を左手に見ながらぐるっと沿って走るような道です。この辺りね、ずーっと工事してるんですよ。これ何してんのか分かんないですけど、ずーっと工事してます。さあ真正面、なんか不思議でしょ、ここ。なんとかなんとかなんとか美術館です、はい。ここ、とってもとってもここも落ち着いた。だから外苑の周りはなんかほんとね、そういう場所が多いですね、うん、なんか心地よいです。だから神宮もそうだし、ここの国立美術館とかでしたっけ、はい。さあ真正面のマンションもオリンピックの時とかすんごい注目されましたよね。あそこのマンションがそのまま開幕式とか見えるんちゃうかみたいな。あ、ここ新宿の入り口です。あ、ごめんなさい、新宿どこだっけ、何の入り口だっけ、今見なかった、はい。新宿の入り口は全然別のとこにあるから、あれは何の入り口か、千駄ヶ谷、外苑です、外苑です、外苑の入り口です、ごめんなさい、はい、外苑です。さあちょっとそろそろね、5時になっちゃうから戻りましょう。戻るときどっから戻ろうか。戻るときね、ほんとこのね、外苑のこのぐるぐるぐる回るここもなんかすごく便利で、まあいろんなとこ行きます。新宿の方行くんであればこれ左行っちゃえばいいし、半蔵門とかもそうですね、うん。本当はこれなんとなく今ちょっと時間がないから早く帰りたいけど、早くなんてでしょう、まあなんか半蔵門とか皇居の方行くんであれば今の左に行った方がいいですね、うん。まあ今日はせっかくなので青山通りの方から行きますか。え、青山通りは過去にも何回も見てるから今の方行く？今の方ね、行ってもね、絵がそんな綺麗じゃないんですよ、うん。四ツ谷の方とかごちゃごちゃっとしてるので。さあここイチョウ並木の道です。
ここは本当ね、だからこの右側、見て、この右側ね。だから、ここなんとかなんとか美術館とかでしたっけ。はい、ここイチョウ並木。お、なんかね、パイロン立ってるぞ。なんか、今週末とかあんのかな。マラソンじゃないでしょ、まだ。さあ、まあここがね、もう土日になると、まあいろいろ、まあ土日だけじゃなくて車たくさん止まります、ここは。もうで、ここオープンカフェです。ここのオープンカフェは本当車好きとかも結構集まったりもしまして、デートスポットとしてもまあ有名ですね。さあ曲がります。曲がると左手にはすぐアストンマーティンの、はい、ショールームあります。アストンマーティン、ホンダ本社。で、青山一丁目ツインビル。で、その奥に見えるマンションは、あ、まあ、この奥にもね、さらにマンションあるんですけど、結構ね、高級マンション、元祖高級マンションって言っていいのかな、そこのマンション、青山一丁目のところ。車寄せからこれバレーなんですよ、確か、ここのマンション。ベル、ドアボーイもいて、だから、マンションなのにいつも絶えず出入り口、人立ってますみたいな、お帰りなさいませみたいな形で、ドアマンがいるんですよ。そう。それがね、元祖そういう高級系な感じのサービスをやり出したマンションの、ここが一番最初な、僕は記憶があるんですけど、ちょっと違ってたらすいません。まあそんなようなね、なんか、まあ東京って不思議なんですよ。やっぱね、みんな、どんどんやっぱ、人を求めてくんですね。欲求なんていうのに限りはないんですよ。だからマンション、自分家の自宅なのにまるでホテルライフのような感じのサービスを求めるみたいなね。だからそんな感じですよね。帰ってきて車を、そのまんま自分で駐車場入れるんじゃなくて、コンシェルジェに任せる、コンシェルジェじゃない、ドアマンに任せるみたいな。だからバレーパーキングとして使いとか、部屋とかも定期的に掃除来てもらいとか、まあいろいろもう考えつくところはサービスが全部ありますみたいなね、そういう形です。あ、ここマクラーレンです。マクラーレン東京です。都内のマクラーレンは、あとは豊洲の方にもありますし、豊洲、あれはなんだ、東雲か、はい、東雲の方もありますし、ほんと最近ね、まあなんだろう、意識すぎなのかもしれないですけど、今までよりもスムーズに言葉が出なくなってきてるのが特徴的。それを自分で絶対に嫌だと思うから、どうにかトレーニングしたい、って思ってます。まあ若干ね、やっぱ頭がね、さすがにこの時間は働きがちょっと鈍いんですよ。いつも僕、仕事するの6時とかからなんで、だから6時前のこんな5時台はさすがに頭回らん。はい。さあ、もう戻ってきました。議員さんの街みたいな。さあ、曲がります。ここ清井町です。清井町です。プリンスホテルとかもあります。ここのマンションはここ最近一番引っ越そうと思って内覧来た場所です。ここは本当ね、便利なんですよ。この左手ね、入り口に警察の方とかもいらっしゃるんですけど、昔なかったんですけど、いるようになって、なんでなのって思ったら、デジタル庁が確かあそこのビル入ってるんですよ、あの奥側ね。あの奥側ってもともとだからカービューとかの、とオフィスがそこのビルか、そこのビルの
だから手前側はレジデンス棟、奥側はオフィス棟プラスプリンスホテルみたいな形で、うん、プリンスホテルの清居町ですけれども、はい、清居町なんとかなんとかプリンスでしたっけ、ちょっと忘れちゃったな。さあ今ここは麹町です。ん、住所合ってるかな、麹町でしょ。はい、あ違うよ、まだ清居町だ、清居町です、清居町です。しかしこういう風に改めて走ると東京って平坦なようで全然平坦じゃないですね。すごいですよね、このアップダウンがね、登ったり下ったり登ったり下ったり。だからよくここに本当これだけの建物が建ちましたよ。よくこの密集地帯に人がものすげえ数いますよね。まあその中の一人なんですけど。さあなんかチョコ食べたい。今なんかね、うん、血糖値下がってるのがわかる。だからこれで一回チョコでもなんか朝やっぱ食べたら、うん、朝なのか夜なのか体が今ね分かってない。だからお前このまま寝るのかそれとも起きるのかどっちだよみたいな、今すごいね体が悩んでるのが分かる。だから徹夜の時の今なんかちょっと体とか頭がボワッてしてるような、今そういう状態。さあまあそんな形で今日はですね、銀座の方から首都高に乗りぐるっと回り、僕のいつもの好きなルートをで、高木町で降りて原宿方面からぐるっと外苑を経由して赤坂を通り、まあ、清居町経由で今、はい、半蔵門の方に戻ってっております。このまま正面行くと半蔵門のもう門ですよ。だから皇居で言う、だからこの真正面側、皇居でいうと北側がだから半蔵門なの、北とは言えないのか、北のは北の丸だから、奥側にあるので半蔵門はそれでいうと西になるのか、西側ですね、明治神宮側というのかな、はい、になります。まあ今後もあのなんかこういうルートをナイトドライブで走ってもらいたいとかありましたら、はい、ぜひともコメントを書き記してください。そのコメントの中から、あ、今回このルートちょっと興味あるから僕も知りたいし行ってみようとか、まあ中にはナビセットしていくケースもあるかと思います。僕も知らないところだったらちょっと自分も道を覚えるっていう、あ、そう、道を覚えるのはね、やっぱ夜走るのが一番わかりやすいですね。昼とかだとあの交通量も多いので危ないので、はい、まあ危ないというかキョロ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 道を覚えようとした時に危ないので、はい、なので結構夜おすすめです。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。いかれぽっ。